はよ。本田じいさん、ありがとうございます。中島おじいさん、かわいい、ありがとうございます。考え事してた。雨はね、家の中だと大丈夫。そんなにひどいようには感じんな。なんかもうすんごい雨の音とかではないかも。ああ、焼きそばさんハートありがとう。スミッチさんだるま、ハクロさんハートありがとう。でちょっと配信を、まあ、今日は15分だけなんですけど、です。ケントさん、ね、ね、ポン。ケントハートありがとう。早めの予定あるの？うん。まあね、あるよ。トシさん、クーニさん、ケントさんハートありがとう。初見です。ほんまにありがとう。今日リハだっけ。今日はリハです。リハーサル。アランツハートありがとうございます。なんか主さんハートね、レポンレポンだるまありがとうございます。あ、そう。私ね、今さ、
こうやって活動してるじゃないですか。また改めて明日話そうというか、みんなで会議しようと思うんだけど、なんかさ、まあこうやってね活動しててさ、なんか思うことがあって、そのまあライブをしてるんですけど、やっぱいつも同じかおなじみの方々がやっぱり多いわけですよ。まあもうそれはもちろんなんですけど、でまあもうしかみたいなところもあったりして、今年いっぱいはそのまあフェスとかがあったりしたらいろいろ出るって思っとるんだけど、もう一つでなんかまあ要点範囲あって、プロモーションがプロモーション不足だなって今思いまして、その昨日ね先生と一緒にやって、この活動を一緒にやってくれてる先生と話してたんだけど、なんかそうもうめちゃめちゃ実力重視すぎて、うちらが歌のことダンスのこと演出のこととかそういうのにすごいこだわりすぎてて、もちろんでもそのおかげでね私も歌も上手になったって言ってもらえることが多くなったんだけど、すぎてプロモーション自分を売り出すっていうことをちょっとおろそかにしてましたね。やっぱありまして、でもいざよしじゃあプロモーションしようかってなった時に、え待ってどうやったらいいのってなってるなうなんでちょっとみんなと一緒にやっていこうかなと思ってます。だけみんなももちろん私のプロモーションしてくれたらめっちゃ嬉しいんですけど、っていうかはみんなだったらどういうプロモーションをしてたら私のライブ見に来るとかするかなと思って、そういう話をちょっと今はちょっとあれなんで、明日の明日土曜ねお昼配信するけんさ、その時とかにでもちょっと会議をしようかなと思ってます。なんでちょっと皆さん考えておいてください。明日の配信自体見に来てくださいね。昼来れないのよね。じゃあ今行っていただいてまあなんかちょくちょく行ってくれても全然大丈夫です。とりま第1回ミーティングは明日にしようかなって思ったっていうだけなので、もうなんて言うんだろう、やっぱり私の
ライブに来てくれた人をすごいこう楽しませるみたいな。でも本当は来るようにしなきゃいけないじゃん。来てくれるぐらいまで持ち上げなきゃいけないんだけど、じゃなくてもう来てくれたら持ち上げるみたいな感じになっとって、だけどなんか実力だけが結構こうなんかついてみたいな感じにね、ちょっと気づいたんですよ昨日。もっとまあだ、まあ、そうね、簡単に言ったらやっぱこう新規のお客さんをどうやってこう掴むかっていうところ。をみんなと一緒にね、あの頭抱えながらやっていきたいなって思ってます。舞台やってみたいけどね。そ地域はどちらですか？広島ですね一応広島にいらっしゃいますけど、私は誰？ありがとうございます。東京のもの、そうね、やっぱそうだよね。初見りなちゃんこんにちは。兵庫県おじめし広島出のかなきみなです。ってな感じでちょっと考えております。あいたかさん、あやたか分ありがとう。しゅうだんごさん、旗ありがとうございます。あれ、その事件、今年はそのまあダイバンフェスとかそういう機会があるのであれば、もういろいろもうそう行こうと思ってます私がね、いっぱいもっとあればフェスにもどんどん行けるんですけど、あ、そうで8月がねファンミーティングの予定だったんだけど、ファンミーティングがちょっとできなさそうで。
ファンミーティングじゃなくてライブをするかも。ちょっとまだ全然確定じゃないんですけど、ちょっとね、会場がね、そう、ちょっとまだわかんないけど、もう、うん、らしいのね。でワンちゃんファンミは9月とかになるかも。ちょっと遅くなる。まあでもその定期公演はね変わらずやるので、そこはちょっと安心していただいて。青島は期待してたのに、え？どういうこと？青島期待って何？絶対にないだろうって。まだまだね。青島まだないや。他にライブは特にないかも。まあそれこそそのツアーとかだったら全然あれやけど。ルシーさん花束、チリちゃんハートありがとう。明日の、ちなみに明日のドーナツ作りをしようと思っとるよ。全然しようと思っとるけど、お金ないって。お考え言ってた。ドボンさん、ハートありがとうございます。丸亀セブンでちょっと、ウェイ何それ、そんななんの。今ドーナツの作り方見とる。うん、オッケー。そうやね。
とケーキミックスって作るのが簡単やね。サンタアンダギーなら粉を混ぜて油に放り込むだけよ。うん、まあほぼ一緒だった。ホットケーキミックスで作る場合はそのまあ油にポイしたらもう形の違い。サータンダギってマジでなんかあマジで放り込みましたみたいな形してるよね。チュリチュハートありがとう。チュリチュリーさん、緑のだるまありがとうございます。おはようございます。ハミューミューニャホー。あのカードでミスドウーバーするみたいな。それはできんね。もうないけんね今は。ルポーサハートありがとう。今は？キラ星あげるよ、ありがとう。今週ついてるはずだよ。だって、え、来てない、まだ来てないよ。ありがとう。もしかしたら今日あるかもしれん。分かんない。お手紙10枚。あ、10枚、マジか。気持ち伝わるわ、ありがとう。今少ないの？少ないか多いかで言ったら多いんじゃない？
ラブレターもらったことしかない。ラブレターしかもらってないってこと？やばー。モテモテじゃん。で、ポンさん、ハルマありがとうございます。私の配信をそろそろ終わりますよ、皆さん。雨の音？いや、ね、エアコン？エアコンの音？すいません。後ろのお写真。これ いいえ、これでは始めます。実際たーさんちに昔からおじいさん11万おいとりさん、チヌッシーさん、キュイスミッチさん、チグーニさん、ナイシュダオさん、トコ焼きそばさん、ゴイチリちゃん、ヨイモーさん、大最後トシさん、ありがとうございます。で、レニがボンタン、ありがとう。プロモーション大作戦みんなで頑張ろう。取りました、会議よろしく。で、大地がフーさん、ありがとうございます。はい、すみません、もうちょっと新規のお客さんが見に行きたいなって思ってもらえるように頑張りたいと思います。好きになってもらうというよりかは、あ、見に行ってみようかなみたいな感じに なってもらえるように頑張っていきたいと思います。トリマ、ここから、ここからよ、ここから一緒に頑張りましょう、みんなで。それでは皆さん、今日もありがとうございました。またの配信でお会いしましょう。また明日か、明日の朝配信でお会いしましょうね。バイバーイ。